篠原監督。重森里美確保です。確保されました。残る逃走者は3人。やばい、なんで俺よく出して。近くにいたためミッションに向かった藤原藤本。96万。それで何人使います？いやもうパッとあれですよ、みんなで飯食いに行きますわ。やばいよマジ。動かずにミッションクリアを待つ AKB 秋元。このままではゲーム終了までヘリの捜索が続く。回避するには花火師の親方から火打ち石を受け取り花火を打ち上げなければならない。もうやるんじゃなかったよ。藤原藤本が電話をかけた相手は AKB 秋元。もしもし、秋元です。秋元ちゃん、はい。あのさ、はい、赤いハッピー着てるおっさん見ひんかった？赤いハッピー、うん、着てるおっさん。赤いハッピー着てるおっさん、今んとこ見てないですね。見てない、はい。あの、見たらすぐ電話して。あ、わかり、了解です。わかりました。オッケー、はい、はい、分かった。失礼します。赤、全然見つからへん。秋元が見たのは、見た、いるいる、赤い発表してるおっさんって言ってます。親方だ。偶然近くに隠れていた秋元、親方の元に駆け寄る。すいません、すいません、あの花火屋さんですか？そうだ、花火を売ってほしいんですけど。あ、いいか、はい、この火打ち石を、はい、明治広場にある、はい、うちの若い花火師に渡せ、はい、ありがとうございます。頼むぞ、はい、俺が行けそうにもねえからよ。はい、了解です。ありがとうございます。頼んだ、はい。行けそうもないって、わしはあんたに学問の進みを進めてるだけやろ。じゃあ行っていいのかよ。やめろ、待って、私の話を聞きなさい。